花がかわいいね。すごい。今日はね、神戸にある動物王国に行ってきましたよ。たくさん動物がいて、とっても可愛かったよ。これは何でしょうね。あら、うんちちゅう。かわいい。この右のカワウソくん。こてん。こてん。こてん。ほらほら、ご飯をあげてるんだよ。最初は怖かったけどね。ちゃんと上手に食べてくれて賢かったよ。来てくれたよ。はい、あげて。縦に止まってくれた。怖い。賢いよ。全然平気だったよ。すごいでしょ。ハスイキ？いろんな色の花があるよ。かわいい。アルパカちゃんだよ、これ。そうそう。こうやって触ったりできるのがいいよね。ここはね、犬と猫に触れ合える場所。お休み中かな？見て見て、猫さんが一緒にワンちゃんと寝ているよ。犬と猫は仲が悪いはずなんだけどね。お互いをなめなめしてとっても信頼関係があったよ。仲良しだってよ。姉ちゃん嬉しいな。ワンちゃんかわいい。こてこてするか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いい匂いがするね。ついていきようぜ、みんな。なんでだろう。よかったね、うん、仲良くなれたよね。ほら、みんな来てくれてる、うん、ねえ、ちゃん、君、さっきも来てくれたね。ありがとう。うん、抱っこしてほしいな。サギちゃんにした。今からどんどん大きくなります。5ヶ月でこんなに大きいんだ。すごい大きいよ。また本気で飼えないですね。歯が軽いので、まだ赤ちゃんなんだよね。かっこいい。種類ですか。バーニーズマウンテンドッグっていう超大型犬なんで。超大型犬なんだ。はい、まだまだ仕草がかわいいよね。の上にも行ったよ。我が家の猫ちゃんと似てるよ。あれもう寝ちゃって、もう全然触られてもびくともしないで。すごい。猫みたいな感じ。失礼します。こんにちは。こんにちは。マサちゃん、こんにちは。どうも、こんにちは。
とっても楽しい一日だったよ。明日は馬に乗ったりラクダに乗ったりするよ。では続きはまた明日。今日はこの辺でバイバーイ。しちゃうね、1個しかないからさ。はい、食べた？怖い。どうぞ。あ